っぱりあのよそのどら焼きと変わり映えがない、あ、普通のどら焼きだねっていうふうなことがよくあの耳にして、特色を持たせようと、今までにないあの食感もちり感を元にしてですね、あのどら焼きを製造いたしました。カクカクという意味がですね、赤く光り輝く様、小豆が本当は釜から出る時は本当に光っててですね、綺麗なもんなんですよね。それの意味合いでですね、カクカクというふうなネーミングにしたんですが、山口県の方がこの商品美味しいんだよっていうふうな思いの中で、あのお土産として持っていっていただいて、山口県でカクカク、カクカクという商品があるねとかですね、いろんな面で広がっていければと思っておりますね。